みんな楽しめたかな今回ちょっと肩痛い <laughs> 楽しかった本当なんか私ずっ,ずっと手をた,たいて笑ってたなと思って <laughs> なんか楽しくだったり面白かったりでずっと笑ってたうん <laughs> 長時間のおしゃべり喉大丈夫だった大丈夫だったこんな感じ うん、こんな感じでした <coughs> そうだからなんかなんだろうないろんな話しすぎて <laughs> なんかめっちゃ面白かった <coughs> 明日来てくださる方は し、えー、しくお願いします <laughs> うんとーなんだろうな注意事項とかはいつも通り持ち時間だったらん持ち時間プラスアルファの待ち時間みたいな、うん、いつものやつ。<laughs> そそうそう1分前から始まるよとか的なやつですかねうん <laughs> そうそうくらいかなあとはいい電波環境をお願いしますくらいかなごめんねこんな遅い時間に始めちゃってショールームちゃん みんなもう寝るところでした <coughs> なんか星投げられたありがとう <coughs> サッカーねなんかやってるよねサウジアラビア私は ずっとご飯食べてあのうんと SNS でお礼言ったりとかなんかなんだろうツイッターでなんかねあれ作業してたんですけど <laughs> ちょっとある作業を進めなきゃいけないのがあってみんなに <laughs>。 アイパフフフフフフフんてフうフ <laughs> そういうのの <laughs> あれ実はねとても大事な作業をしてたんだけど <laughs> なんだな何何 <laughs> ディスクパンチとか言ってね私さ昔からさデスクのことディスクって言っちゃうんだよねなんかちょっとほんと滑舌がいいんだからんだかでさ <laughs> いやマジでディスクって言っちゃうなんでだろう なんでって <laughs> やばいよね。円盤円盤パンチ <laughs> ネイティブなんでるなんなんでるね。<laughs> うんなんだろうねなんでだろう私もねわかんない <laughs> 意味変わってきちゃうよなんか昔も なん,かなんか何かをねリスクって言った気がするのなんか大好きとかだったかなわかんないけど「明日会いに行くよん」「やったいえいえ」<laughs> なんかもうダメだ今日喋りすぎてあれかも「えやった!」って思ったらなんか「えっ?」て言って「や <laughs> った!」になっちゃった <laughs> ダメだな疲れてんのかなうん <laughs> でも今日ずっと「元気だね」って言われた <laughs> オンライントーク会でみんなにあのみんなにねあの最後の方の来てくれた方とかにもなんかずなんか今日すごい元気だね」って言われて <laughs> なんか喋るのってこんなに楽しいんだみたいな感じになってる。 なんか最近さだからもう配信でなんかこうやって喋ってるけど別にさ返信返、返事がさほんとすぐ返ってくるわけじゃないじゃない <laughs> みんなはさ文字で返してくれるけどあの、会話ができてるかって言ったらさ、うんまあ、会話できてるんだけど1対1じゃないしみたいなところあるじゃん。<laughs> なんかね、人と会話するのもすごく楽しかったのよね <laughs> なんかそもそもみたいなそもそも会話することがすごく楽しかったオンライントーク会 <laughs> こんばんは <laughs> だからねずっとテンション高かったのかなとかも思ったり <laughs> そうでも今回は あのね今回は一人くらいだったかなあのー、なんだろう急遽参加できなくなってしまったとか多分そういう理由であの321、ー「3, 2, 1, ありがとうあいない」みたいなのが一人二人とかだった気がして <laughs> あのー、よかったと思って。 まあなんかその聞こえなかった方は残念だけど欠それがなんか先月はねちょっと多かったのかな,、うん、なんか責めてるわけじゃなくてなんかまあシンプルにさお互い会いたかったなってなるじゃないですか <laughs> 休養ができちゃったとしても <laughs> だからね今回はなんか。 あんまりそういう。欠席が。なくて。少なくて。なんか良かったなと思ってそう。いないまま一分過ごすよ。<laughs> わあと思って。うん。そう、誰が来るかね、わかるんですよ。 急こうやって「ああ」とか「どんなかな」んかふざけてなんか <laughs> 変顔してたら「あごめんごめん!」ってあのファンの方が来てくれたこともあるよ。<laughs> それ面白そう。いやそれね何て言うんですかあの意,図意図してないんだよねお互い。<laughs> うん事前になんか5秒前に分かる。あ事前にも分かるけど。 <laughs> そ,うその人が途中から入ってくれた場合みたいな感じをこの枠に残り301分の枠をあのあの <laughs> 買ってくれたとして残り30秒の時に来たらそうなる <laughs> はっ,って。 いやなんかもしかしたらさ電波の何かでさこっちに見えてないんだけどあっちに見えてるのかなとかも思ったりするじゃんだから「見えてる?」とか言って <laughs> 言ってみたりとかはしてる <laughs> 万が一ね万が一 <laughs> いやもったいないことはしないでよ なんえっと10秒後に行こう今だみたいなそんなんやめてよ普通に私慌てちゃうしちょっとなんかね遅刻していくみたいななんかそのなんて言うんですかハプニングで途中とかは全然大丈夫だよそう だからなんかその相手の方が何かあってとかだったら全然大丈夫うっかりしてたとかでも大丈夫 <laughs> ネタで送,る送れるのはあのもシンプルにもったいないからねって話を首がいてー 来月のクリスマスは、どうやら、うん、あのー、土日らしい。みんな知ってるイブと本日、本日当日は、どうやらね、あのー、クリスマス。そう。土日らしいよ。えー、みんなは、あ、みんなデート えええみんなえみんなデートですか <laughs> 誰と <laughs> えみっえっえっ <laughs> <laughs> 慣れてるクリ <laughs> なんかなんかね何だろうがねどっかの <laughs> みたいな人があの今あのー、サンタさんになるか 考えてるらしいみんなが空いてればサンタさんしようとしてるらしいみんなが空いてればだよみんなが空いてればんうん <laughs> なんでちょっと <laughs> 今のところ空いてるけどってちょっとさなんでこれからどうなるかってさ <laughs> 開けといてよ今開いてるならもう開けといてよ。<laughs> なんでちょっと強がるの <laughs> なんでちょっとさちょっと抵抗するの <laughs> 別に開いてるなら開けてくれていいじゃん。なんでちょっとさワンチャン何かあるかもしれませんのでみたいなあゆたろうごめんねみたいなさ。 う<ね> <laughs> ん。ええ彼女優先なんだそしたら今から私たちのやっぱりその歴があるというのにこう <laughs> クリスマスだけでもみたいな,なんか突然のなんか頑張りを <laughs> 私たちの関係性があるのにもかかわらず私はなんかギリギリに作った彼女に負けるってこと ねえそういうことですかギリギリにさなんか急いでさ作った彼女に負けるんだ私ずっとねいっぱいみなとはいろんな思い出を作ってきたと思うんだけど <laughs> そういうことギリギリ彼女に負けんの <laughs> ねえ。<coughs> ダメだよ。<laughs> 頑張ってサンタさん着るんだから。<laughs> でも、なんだっけちなみに、サブスク枠と一般枠があるから、<laughs> え昨日さ、めあの昨日ね、めちゃめちゃ考えてたんですよ。<laughs> あのね、昨日アマゾンのブラックフライデーを見てて <laughs> その一気に買った方がセールじゃないものも含めて一気に買った方がいいなと思って <laughs> いろいろ見てたわけよであと思ってなんかなんかねふとサンタさんが頭によぎってあサンタさんうついでに買っちゃうみたいな感じになったのよで <laughs> そこでめっちゃ考えててそだからサンタさんと、あのそのイにもなるべきかなとかも思ったりして <laughs> サブスクの日と一般枠の日があるからサブスクの日がとか分けた方がみんな喜ぶのかなとかクリスマス頑張った方がいいのかな。 みたいなその方がみんな喜んでくれるのかなとかもう自分の,あのブラックフライデーの買い物以上にそこで悩み始めてそしたら3時でした <laughs> 本当にねえ遅かった昨日寝るの <laughs> めっちゃ悩んだんだっていやでもなんかそんなさイブと 当日になんか2着着てなんかちょっとなん,かえなんかみんなに惹かれるとかも思って <laughs> 惹かれるかなとか,なかそこまでみんな求めてないかなとかなんか私もね5分ぐらい考えるつもりがね3時になってたからねびっくり。 だから結局あの結局ね考えにそのまとめて買った方がいいなとか思ったくせにアマゾンって送料かかんないじゃないですかあんまりなんかかかんないものが多いじゃないですかだから結局ね <laughs> あのけ <laughs> そうかかんないじゃんだから結局サンタさんとみんながトナカイ見たいって思ったらあの トナカイ買おうと思って、トナカイのカチューシャとサンタさんだけ買いました <laughs>。で、なんかさ、トナカイの服はみんなが見たいって言ったら、トナカイの服も買おうと思って <laughs>。保険カチューシャ買った <laughs>。 トナカイ、先行 <laughs>。いや、なんかトナカイみたいな服ってワンチャンありそうと思って <laughs>。トナカイみたいな服って <laughs>。と思うんだけど。いやなんかでもその時の私の頭は、なんかトナカイみたいな服はなんかまあ、みんなが見たくないって言っても、トナカイみたいな服は頑張ればできそうだなと思って <laughs>。そう。 だからトナカイも見たいなって思ってくれる方がいたらみんなが見たいって言ったらトナカイの服買おうと思って <laughs> いやなんか「いや見たくない」って言うだろうなみたいな「みんな別に」って「2種類見たい?」 えでもさみんなはさ、あ <laughs> のさ、今は予定が空いてるけど、当日予定があったできたらさ、<laughs> そっち行っちゃうんでしょ。<笑><笑>私が頑張ってたばっかりのサンダさん来てもさ、<laughs> ねえ、欠席がさ、多かったら私許さないんだけど <laughs>。 ね許さないんだけどその辺はどうなんですか限りなく低い <laughs> じゃあちょっとアンケート取ろうかあのギリギリにできた彼女を取るのか今までの応援してくれこう何てうかこの長い期間関係あるのある私たちの,その私を取るのか。<laughs> 1か月前にギリギリできた彼女を取るのか1が私で2が彼女ね <laughs> はい <coughs> はいどうぞ1が私で2が彼女 <coughs> これ誰が投げてるかちゃんとね今こう近づいてみるからね私 <laughs> はい見てるよ1番が私で2番が彼女 <coughs> 見てるよ今。 誰がね、2番もねこの百人100位以内の人たちはね100位以内の人たちなんかねあのー、全然投げてない <laughs> いやめっちゃ見てるようんあ二2を投げた人がいますねここに <laughs> ちゃんと見てるよ今あー誰かそこ外から2投げたね <laughs> 誰に外から2位投げてる人 <laughs> 外からだと分かんないんだよ100位以上だと <laughs> 待って全然100位以内の人投げてなくない投げ終わったのかなえめっちゃチェックしてるよちなみにね誰外から2位投げてる人えもうみんな投げ終わったのかな 逃げ終わったこれ 悲しい <laughs> 固まるんだけど。 じゃあ今現段階で相手がいるかいないか <laughs> 1がいるで2がいないで <laughs> うんみ見ないでおくわこれはあれだからみんなの回答は <coughs> 今お相手がいる1います2いません はい !1 がいるで2がいない <laughs> 1相手がいる2相手がいない <laughs> 見てないよ今 <laughs> コメントしか見てない <laughs> 1が相手がいる2が相手いないはい目閉じた 見てないよ。<laughs> 本当に見てないよ。投げ終わったかな。どう。終わった。終わったいい。十。九。八。七。六。五。四。三。 2 1 <laughs> みんな <laughs> <laughs> エアハブしてる今あゆがいるよエアハブしてるうん、なるほどね <laughs> 大丈夫 あなたの代わりはいない。<laughs> 素直、私はどうかな。<laughs> 大丈夫。<laughs> うん。<laughs> うん 私は嬉しいよ。だってさ、その <coughs> これから,からこう彼女をクリスマスのために頑張って作って彼,彼氏彼女をね作って、あのー、私はさ「えっ○○〇〇さんなんか取られた!」ってなるわけよだから私からしたらね「えだってサンタさんしようね」って言ったじゃん サンタさんでおしゃべり返しようねって話してたのに「なんでなんなんだよ」って <laughs> なるじゃん私からしたら空 <laughs> うんそう私がサンタさんで、ね、みんなはなんか、まあ、もみの木かあのトナカイかダブルサンタかとかあるわけじゃないですかもみの木 ちょっと私昨日さ <laughs> 昨日「クリスマスコスプレ」で検索してしまったせいでさ「<laughs> もみの木」が一番出てきたよね <laughs> もみの木の着ぐるみが出てきてそれから喋っちゃった今 <laughs> じゃ見てみてほしいもみの木の着ぐるみ出てくるあそうツリーっていうのか。<laughs> そうもうお互いクリスマスツリーになるっていうのもまあ一つのて <laughs> そう <coughs> そうだから全然ねあのー、オンライントーク会はどんな場所からでも参加できるということで全然お相手がいる中でも参加できますからあのー、まあ1分。 彼彼氏彼女と過ごしている時間友人でも家族でもあると思いますけどその中の 1, 本1分一 <laughs> <1本> <laughs> 分一本一分でもあのおしゃべりできたらななんても思いますし <laughs>、うん、<laughs> なんかね彼女彼氏が大事だよって方も。 ぜひね遊びに来てもらえたら嬉しいなと <laughs> 思いますようん <coughs> なんだろう隣にその相手がいるんだ今いるんだはちなみにあるのよ女の子ねそれはでも女の子が私の女の子のファンの子がいるんだって言ってあの参加してくれたことはあるんだけど 男性がその彼女の横で参加してるのは今まではあんまないかもうん <laughs> 逆はないねうん <laughs> 確かに <laughs> なんかファン でもファンの子同士のさあれじゃない画面までで映ったらダメうんうんじゃないかなでもファン同士の方が結婚するとか全然あるみたいね NGT のファンの方同士でも結婚されたりとかさ聞くよねうん <laughs> うんね <laughs> ね。そうそうなんかそしたらさなんかまあ男性側もさ、まあ、理解がある女性とあのって理解があるからさなんかこう変に罪悪感とかもわからそうだしさうん なんか <laughs> キューピットになって私が全然いいよ <laughs> じゃあ、あのー、みんなに紹介しとくね紹介希望があったら言ってください <laughs> あーなんとかさはねうん多分なんとかさはいい人だからいいよ <laughs> とか <laughs> とか言って勝手に紹介しとく <laughs> あの人うーんとか言って <laughs> あゆ太郎マッチング <laughs> どういやでも私の前の人みんないい人だけどなうん女の子も男の子も <laughs> でも、たださ、みんながさ、付き合ってさ、私に <laughs>、付き合ったら、その、どっちも理解があるし、であの、クリスマスも途中で私のオンライントーク会に両方参加できるっていう、みんなウィンウィンですけどね <laughs>。このアイタローマッチングは、思いません誰も、誰もそうしない <laughs>。 みんなニコニコになるけどね <laughs> ねえ平和が生まれるう <coughs> ん何かやっぱみんなねこのアバター顔にした方がいいよみんな <laughs> 冗談だけど <coughs> ねえ <coughs> <coughs> いいじゃん楽しそううん <coughs> 希望があれば言ってくださいね <laughs>、うん、希望があれば、メモっとくんであこの人とこの人はそっかそっかと思って。平太郎とはすいませんマッチングできないです。<laughs> もうしてるからね、だってもう。うん。何を言いますか。<coughs> みんなゆうたろう沼の中の人だからね。もう。沼っ子なわけですから。何を、何をおっしゃいますかといった感じで。<coughs> 楽しくなってきたこんな時間にねお酒を飲んだらねすごくまたいろんなふざけた話がいっぱいできると思うんですけどさすがに明日もオンライントーク会なのでお酒は飲めませんが <laughs> うん名前出しちゃいそう私お酒弱いから「えあなんと藤さんいいじゃん!」とか言って。 うん、でも今日はね恋愛相談はね一個もなかった今日ライントーク会で恋愛相談一個もなかったな <laughs> うんいや私ファンの人の恋愛相談聞くの昔から好きなんですよ。そうニコニコして聞いちゃう。 需要ない。いや私は気になる。私は聞くの好きよ。うん。え、そう、私はそういうの気になる気になる。そう, <laughs> うん。いや、わかんない。私はいろ、またその普通の。アドバイスよりも違った目視線の。アドバイスができるかもしれない。<laughs> くの好きよなんかそんな,なんか知らない人のさ恋愛相談だったらさなんか「ほう」みたいな感じだけどファンのみんななんてもう知りまくってんだから <laughs> 超 <laughs> 超聞きたい <laughs> 他の女性の話するのは失礼うん。 そんなこともないよなんか <laughs> うん <coughs> いっぱいいっぱいニコニコしながら「うわー!」とか言って「<laughs> うん、<laughs> 恋愛お悩みイベやればえみんなってどれくらいう <laughs> ちょっと匿名で一旦やってみて考えよ <laughs> いや分かんないんだよなんか恋愛に興味がある人もいればない人もいるじゃないですかだからそれをやってさなんかそのつまんないなって思っちゃう人もいるかもしれないじゃん「<laughs> 興味なシング・トゥー・マッチ」って「オーマイ・ゴト・ファーザー降臨よいしょ」なるかもしれないから。<laughs> だから、のどれくらいよ。だからどれくらいみんなが、どれくらいのみんなが今恋愛をしていて、どれくらいのみんなが特に恋愛に興味がないのかっていう。<laughs> まずそこの調査から入らないといけないかも。<laughs> え、でも、あのー、予定が空いてる人は、 クリスマスは、まあ、夕方くらい開けといてもらえたら嬉しいなもちろん配信もするけどやっぱ1対1でお話ししたいなっていうのがあるからあの、まあ、予定を開けといてもらえると嬉しいなっていうお話とあのお話と私は。 あのみんなと仲良しなのにクリスマスかの一りぼっちが寂しいがためにギリギリ作った彼女に取られちゃうのかって思ってますっていうことだけをお伝えしておきますね。っていうね。 <coughs> 気持ちもあるんだよっていうのを何 <laughs> でなんしそんなさみんな笑ってごまかしてるじゃん笑って時を流そうとしてるでしょ <laughs> ねえおい <coughs> なんか意外とみんな彼女欲しいんだなって今思ってます <laughs> <laughs> なぜよいな <laughs> えそうなのってだっていつもあゆたろ大好きって言うじゃんって <laughs> でさ言ってくれるのにさなんかみんな意外と <laughs> みんな彼女欲しいんだと思って <laughs> と思ってさお <laughs> 仕事の人もそうよね大変だよねお仕事だってねなんだろうレストランとか商業施設とか 土日だしね、ぜっ仕事の人もいるよね。<laughs> ラーメン好きだけどお寿司も好き。<laughs> まあ気持ちはわかるよ。うん、気持ちはね。だからお手すきの際でもいいです最悪。<laughs> 最悪お手すきでもいいです。おせお手すきオンライントーク会でもいいです。 やっぱりいろんな事情もあると思うから <laughs> うんはい <laughs> そうっていうねお話 <laughs> まあ明日もオンライントーク会があるから いいろろなお話がまたできたらいいいななと思いますねなんかハロウィンにオンライントーク会ハロウィンに近い時にあのー、なんか普通の服でやったんだけど <laughs> でもそれもなんかこう可愛いなって思う自分が思う服を着てやったんだけどなんかコスプレ見たかったっていう声も あったりしてなんか、まあ、そういうイベントごとには、まあ、24歳だけど、まあ、もうちょっとこうね積極的な方がみんな喜んでくれるかなと思ったんですよ。まあ、みんながさこんなにも彼女作りたがってるの予想以外だったんですけに。<laughs> もう 彼氏彼女を作りたがってるとは。ちょっとここはね、予想外だった。<laughs> だっていっぱい考えたんだよ、3時まで。<laughs> ねえ。<laughs> なのにさ、なんか、まあまあ、予定が分ければ、みたいなさ。<laughs> そんなことあるってないじゃん。<laughs> ねえ。 マジでって、<laughs> そうだよ。は、う、い、ん、ちょっとこの企画せませんが、<laughs> もうもうそっちがその気ならということで、もう <laughs> もうもう,もう私随時聞くからねみんなにオンライントーク会の発あの。 <laughs> 申し込みが開始されます時ですでところで皆さんお相手はできましたでしょうかって <laughs> 言っても私は随時もアタックアタック <laughs> アタック仕掛けて <laughs> もうみんながその気その気なら私はねもうできたわけねんって <laughs> 私よりも相手を取るんでしょって <laughs> もう私はもう随時もう。 パンチパンチ <laughs> あーあああああああ聞くから、<laughs> うん。実家に帰った時の両親、<laughs> そんなこと言わああの。 えそうなの実家に帰ったらそんなこと聞かれるんですか <coughs> いやもうなんかすごい強がってるコメントをしてくれた方はもう今、ね、私もうすごく記憶に残ってます今 <laughs> 先ほどだからもう私の記憶力っていうのはさもう本当に計り知れないわけだからクリスマスのイブのその日まで <laughs> イブ,スのイブと当日のその日までにしっかりとふわっといてなん「どうだった?」って <laughs> ニコニコしながら聞く <laughs> だって寂しかったんだもんさっき <laughs> いやできてたらねもう乾杯ですよ私は。 寂しい <laughs> だかたらよければよろしくお願いしますね <laughs> ああめっちゃ笑ったあし <laughs> もねじゃあオンライントークがあるということで今日のお話はこのくらいにして <laughs>。 今日こそはあのごめんなさい早めに寝ようかなと思いますち <laughs> なみにマジで防災グッズ買ったから私ブラックフライデーで <laughs> みんな防災グッズは本当に買った方がいいよ <laughs>、うん、でも防災グッズってねめっちゃ高いんですよ びっくりしたんだけどなんか食料何日分とか <coughs> あのなんていう保存食みたいなそうそうめっちゃ高いのなんかいろんなセットが入ってるやつめっちゃ高いの <coughs> 保存食品買った結構するよね まあそれさ何、まあ、ていうの技術量っていうか腐らないものだから値段が張るのはまあ分かるんだけどめっちゃ高いんだよ値段だからなんか、まあ、そんな時のブラックフライデーで <laughs> って感じだからこそブラックフライデーでお得に買うのをおすすめします あと今日オンライントーク会で何だっけな <laughs> 何買ったのみたいな話しててあの他に何買ったのみたいなで私ずっと耳掃除する時ね24年間綿棒だったんですよでなんか耳かきっていいらしいっていうのを聞いて。 ずっっっとと耳かかき使たたことなかったの今もないんですけどちなみにずっと綿棒でき綺麗にしてたんだけどそう <coughs> であのブラックフライデーで耳かき買いましたなん <laughs> か450円が200円だったからうん。 そうよね <laughs> なんかねちっちゃい頃耳かきあのを見てなんかママにね「これ何?」って聞いたら「なんかパパが使ってる耳かき汚いからやめなさい」みたいなことを多分言われたんよ。ねハ <laughs>、ね それでなん,かなんかね使わなくなったのプーさんのやつ <laughs> であなんかこれって共有するものじゃないんだって子供の時に思ったんよ耳かきって <laughs> で耳かきって汚いんだっていうあのなんか頭になってそっからあの綿棒を。 なんでだったと思うんだよねお気に入りのできたらそれしか使えなくなるああたしんち」っていうアニメであたしんちのそのお父さんがお気に入りの耳かきしか使えないみたいな話を見たことがありますそういう感じであるんだでもアマゾンにいっぱい売ってんだけどさ今透明なそのカメラ付きの耳かきがあるんですよ それは買ってないんだけどなんかそんな奥まで行ったらなんかちょっと鼓膜怖いなってちょっと思っちゃってなんかもう光,光ってゴミが見やすいみたいなで鮮明に見えて撮るみたいなカメラついてるやつみたいな電気ついたりとか <laughs> そういうのがねあるらしい、うん、<laughs> そうそれはねかそれは買ってないんだけど そうでも最近は耳鼻科に行ってなんか耳のゴミ取ってもらいたい耳鼻科だか,なんか耳,耳のゴミ取れる取るやつ行ってみたいふわふわあなんか風貌みたいなやつ <laughs> 風貌はついてなかったと思うめっちゃ取られるいやなんかそれも耳鼻科のやつは取れるらしい うんだからなんかこう信頼のある耳鼻科とかでやってもらいたいなあなんかね病気のあるって言うよねだから自分の手だと自分の手ででも怖いなみたいなだからちょっと耳かきデビューしたらまたねあの届いて耳かきデビューをしたらまたあの <laughs> 随時ご報告したいと思います <laughs> なんだこの耳かきの話 <laughs>、うん、すごかったって言ってまだまだねまだずっと綿棒派の人もいると思うので私みたいにうん <coughs> あとこんな感じあとひなたのパジャマ上だけ送っちゃった話ぐらいだよもう <laughs> ミスったマジで マジでひなたのタンプで送ったのに上だけしか送ってなかった <laughs> ねえどうしたらいい <laughs> なんか日向がなんかひなたがあのそのパジャマを <laughs> 欲しいって言っててなんかまだでも欲しいんだけどなんだっけな欲しいって言ってたんだけど ひなたの誕生日よりも発売が後ででなんかうんとなんだろうタイミングが合わないみたいな感じだったんだよでもこれ可愛くてほなんか欲しいなーみたいなずっとなんか言ってたからなんか <coughs> あじゃあそれあ発売日の日に送るよなんか誕生日遅くなってもいいならみたいな感じで <laughs> こういうテンションで 喋ってたんよねなんか <laughs> で、え、いいのみたいな全然,全然いいよみたいなでこうやってひなたがいいならみたいなちょっと遅くなっちゃうけどって言ってで嬉しいとか言っててでなんかそういうなんかこう,なんかこうお高いハッピーな会話をしてたんだよねであーここね OK って言って送って満足して、ね、なんかそろそろ届く頃かなとかも思ったりとかしてたらあのれしかった。<laughs> いや、そう、私ね、もうほ本当ハッシュタグ、ジェラート的初心者なんですけど、<laughs> あの本当に、ハッシュタグ、ジェラート的初心者なんですけど、上下だと思ってたんです。セットだと思ったんです。<laughs> あの上下セットだと思ってたんです。あの、本当に、ズボンも入ってると思った。正直に言うと。<laughs> そう。だってさ、 そのサンプル画像みたいなやつにはさだって上下着てるんだもん <laughs> だって値段はさ上下みたいな値段してるじゃんあれ1個でも <laughs> だってあれ上だけでもさ上下みたいな値段するじゃん <laughs> だから なのでなんかそんなに深く考えずにもうこれを買ったら届くんだと思ってなんか色もさ3色くらいあってさ「えー、ひなた何色にする?」みたいな「なんか3色くらいあるよ」みたいな「えー、ひなた白えー、でもやっぱピンク」とか,なんかすごい悩んでたのよ2人で「早 <laughs> くしなよ」とか言ってさ <laughs> なんかそんな悩んでさ <laughs> じゃもうなんか若干ブラ顔で買ったくらいにして私 <laughs> なのに。 <laughs> 上しか送ってなかった <laughs> いやもうほんと最悪と思って <laughs> いやほんと最悪と思ってもう急いでズボン買って送った <laughs> そうなやきの に見たらなんか「タンプレードいた! <laughs>」でも上しかないかったけどなんか「なんとか」みたいな LINE <laughs> <laughs> が来てて LINE <laughs> が来てただけと思うけどストーリーにも上がってたの。<laughs> <な>んか <laughs> なんかなんだっけな「ちょっとごめん届くまで上だけで楽しんでて」って <laughs> 言ったら <laughs>「上だけってことはちょっとエッチなお姉さんみたいになるけどいいってこと?」みたいな <laughs> アホみたいな変人が来て <laughs>「それは別なもの履いといてよ <laughs>」みたいな <laughs>「分かったよ」みたいな <laughs>。 何言ってんのと思ってアホだよね <laughs>、うん「風邪ひかなければ上だけでもいいんじゃない?」とか言って私も「<laughs> ただ風邪ひかなかったらね」みたいな。<laughs> 何言ってんだろうなっていう会話をね今日しました <laughs> うん平和でしょほっこりした <laughs> いやいやだ酒飲んでないんじゃないかな <laughs> そんな時間遅くなかったからやり取りしてる <laughs> うんそういうの好きまた何かあったら言うね フフフ脳内再生余裕だったほんとよしじゃあランキング発表して <laughs> <laughs> 出ますわよ <coughs> うんと13位おたけさん12位ポポろさん11位ペンペンさん10位パンダの天イさん9位ひねひねさん 8位、ベポさん、7位、部長さん、6位、ハチさん、5位、JT さん、4位、ハムちゃん、3位、サイさん、2位、ハルカネさん、1位、アフさんでした。ありがとう <coughs>。明日はジャパンカップもあります。頑張りましょう頑張れジャパンカップイェーイ <laughs>